食用にもなり、日本では、アジ類の中で最高級の食材として扱われる。標準和名、島アジはもともと、東京、和歌山、富山、高知など各地で呼ばれていた古生で、体側に、立てがあることから、島アジ、もしくは、伊豆諸島など当初での漁獲が多いことから、島アジの名がある。他に、日本での地方名はオオカミ、狼、ぬくもめ、こせ、こせジ。 ヒラアジ、カツアジ、カイワリなどがある。カイワリ、ヒラアジは本種のみならず大型、扁平な体をしたアジ類の根性で用いられる。カイワリは別のアジの一種カレンゲイズイクラの標準和名でもある。学名の種名デンテックスはタイの意で、扁平な体型がタイ類に似ることによる。英名はホワイトトレバリー、または和名と同じ由来で、 ストライプとジャックとも呼ばれる。制魚は、最大で、全長122センチメートル、体重18.1キログラムの記録があるが、通常は、全長1メートルほどまでである。体は長大円型で体高が高く、側平たする。体色は、背側が、青緑色、副側が銀白色をしている。幼魚は、体側中央に幅広い黄色の縦線があるが、 成長に従い不明瞭になる。ただし食事がかに、エビなど栄養価の高いものであった場合、制御であっても、体側の黄色の縦線が現れる。また災害中央部、胸びれのすぐ上に、黒縁が一つある。目は頭部に比してやや小さく、油まぶたはない。糞は、目径よりも長く、前に突き出る。 唇は薄くあまり頑丈ではないが、筒のように前に突き出すことができる。角ヒレのヒレ状は、第一背びれ8トゲ、第二背びれ1トゲ23から26難状、尻ヒレに有利リトゲ1トゲ21から23難状である。側線の前半部は、上向きの弧を描き、第二背びれ第13難状したから、自家装する。両鱗は、 自家装部の3、4程度に25から31枚が並ぶ。全世界の亜熱帯、温帯海域に広く分布するが、東部太平洋には分布しない。また、赤道付近の熱帯海域にもいない。日本沿岸の分布域は、日本海側が新潟県以南、太平洋側が岩手県南部以南である。沿岸から沖合の水深200メートル付近までの浅い海に生息する。 群れで海中を遊泳する。食性は肉食で、小魚や甲殻類などの小動物を捕食する。遊泳するものを追って捕食する他にも、海底の砂を口で掘り、砂中に潜む小動物を吸い込んで食べる。繁殖期は冬で、日本近海では12の3月に産卵する。卵は分離浮遊卵である。釣り。 低地網などの沿岸漁業で漁獲される。大型漁で微妙なため釣りの対象としても人気が高いが、唇が薄いので釣り針が外れやすい。また低地網では、大型個体が入ることは少ない。関東の釣り人の間では、体長80センチメートルを超えるものは、狼と呼ぶ地域がある。日本では、アジ類の中で最高級の食材として珍重される。刺身。 寿司種、塩焼き、蒸し物、鍋、などの料理で食べられる。沿岸各地で漁獲される他に養殖も行われている。シマアジ族スードカランクスは4種の実が知られる。ありがとうございます。